2003年5月9日アメリカハワイ州のブレイゼールアリーナです。ライト級の3回戦、山本キッド則文対ジェフ・カーランの一戦。ローを飛ばしたのがこちら、黒いスパッツパンツのカーラン。そしてキックを受けて、おお、投げた、すごいですね、激しく大きな投げ、もう体が反応しますよね。素晴らしい巻き込みでした。キッドはおよそ8ヶ月、去年9月16日の勝田哲夫戦以来、試合ということになります。公式戦ということになります。腰の不調もありましたけどね。はい。さあ、蹴りをかいくぐって、このカーランというのも、この足元、足を取りに行ったり、いろいろと動いてきますね。そうですね、充実の技も得意としますから。はい、さあ、しかしこのキッドのパンチ、おっとハイキック、そして右から左、追っていって蹴るようになってますよね。遠征に連れられてタイでかなり修行進んでるみたいですからね。この蹴り技ですね、もうパンチだけじゃないですよ。しかし最後はこのカーランの方が圧力で押して倒しました。これだけ簡単にというか明らかにしたんだろう。おっと返していった、足で上げてそのままタックルに入りましたね。このブレイズデールアリーナのお客さんも非常に湧いてきました。今度は三角を狙うか、カーラン、その腰へ膝、ロープを掴んではいけません。キッド、ロープを掴まない。さあ、そのロープにある攻防、上から殴っていくのか。キッド殴っていく、お客さんが湧きますが、体がほとんどキャンバスの外、リングの外に落ちかけていました。カーラン、ちょっと足のあたりを気にしました。キッド、いやー、この大きな会場での声援を受けて、まあこれだけの中でやるキッドの気持ちというんでしょうか、まあ一つ一つパンチキックで湧きますからね。うっときた、そうですね、カウンターで入ったかどうか。これは胸元ですかね、今。ここは一つ呼吸を整えるか、キッド。いや、胸とかにもらうとちょっと息が一瞬止まったりしますからね。ちょっと、はい、ちょっと表情変わりましたね。さあ、ここはタイミングを取り直します。息を整えるかキッド。差し返しに来るのはカーラン、投げていった、上になった、うまいですね。腰に乗せると乗せなかってそのままタックルに行きましたからね。はい、倒しに行きましたからね。下からこれ三角を狙うパンチだ、この恐怖のパウンド。下から恐怖感はいかなものか、ボディに嫌になりますよね、こんだけ圧力を攻めてこられたら。そうですね、まあ、このローピアですけれども、これはキッドはロープ関係ないですからね。どんどん行きます、いけいけいきます。まだまだこれまだストップの状態、ファイトがかかる、そして来る、これは怖いです、ものすごい恐怖感、来た、うまいですね。さらに足が出るんですが、その間からパンチ。さあ、キッドはこの状態、バンドいきます。そして左から右入っていきました。これを突き伸ばした、突き放した。でもすぐ立ち上がりますね。まあ、カーランの方もこの足を使ってキッドと距離うまく取るんですが、さあ、キッドが上から一つ押さえて、またパンチだ、さらにパンチ、顔面捉えてますよね。あ、当たってますね、しっかり当たってますよ。第1ラウンド終了。いや、怒涛の攻撃ですね。このハワイでもキッドのファイトスタイルは全く変わりません。その8ヶ月というブランコを全く感じさせない山本キッド則文。いや、もう台風みたいなもんですよ、本当に。さあ、2ラウンドに入ります。ここも前を取りながら、ちょっと体の方も肩、胸の筋肉大きくなってますよね。そうですね、日本での試合以来、どう、これも動じることなく前に出る、横蹴り。カーラもいい選手ですけどね、いい選手です、よくしのいでると思いますよ。気持ちも折れてないですよね。ウーター、右入った、キッドの右を、しかしなおも鼻っぱ攻め入りましたかね。さあ、膝狙ってますね、膝まで倒しましたね。さあ、これは1ラウンドと同じような展開、足を使って、キッドロープ使うのがちょっと多いんで、限定になってしまいますからね、はい、気をつけた方がいいですよ、さっきは。さあ、ここは足の間に入っていく、そこで右、恐怖の右、ちょっと今顔当たりましたね、蹴り、しかしそれを全く気にしません、ね、全く気にしません。
まあ普通ですとアピールがあったりするんですが、キッドは全くなし。あのパンチのスピードが速いですね、はい、あの剣のスピードが速いっていうんですか、目的地まで到達するのはすごく速いですね、はい、瞬発力ですねこれは。まあ、あの切れのある切れる選手というんでしょうかね、このキッド。このハワイに来てもその強さ恐怖感倍増したかのように受けます。ただこのジェフ・カーランという選手もこれだけの圧力でやってこられてるんですが、対処しながらなんとかやってますよね。さあ腕を引き抜きながらまた展開を作ろうというところか、ね、これがずっと続くとただねやっぱり気持ち的に折れる部分も出てくるでしょうかね。パンチが振ってくる、うーっと来た左右のパンチ、右だけではありません、左からも飛んできます。